まあ、せっかくトランスファーを下ろしたんで若干仕組みを、エンジンで発生させた回転がマニュアルトランスミッションを通じてまずこちらに入ってくると。でそうすると、まあ、ここが回ると。でここを回されることによってこの中のギアを返して、ここは後輪につながっていきますよね、後ろなので後輪で、こっちが前輪につながっていくと。ということでここが回れば今肉の状態なので、エンジンから来たエネルギーは肉の方、まあ、後輪にだけ今伝わってる状態ですね。じゃあこのねレバーで下に行くと4駆ですね。はい、これ4駆です。4駆のハイギアですね。そうするとエンジンから来たエネルギーがトランスファーに入ると、はい見てください、これフロントもね動いて4駆になるってことですね。こちら側が出力側が1回転するために入力は何回回さなきゃいけないかってとこですね。今4駆のハイギアですね。はい行きます。はい回り始めました。まずははい入力側もう1回転しましたがまだ来ないですね。なんで2回転目行きます。はい来ました。はいなのでまあ入力側がだいたい 1.6 回転ぐらいするとようやく出力が1回転しました。このギアの中で遅くなってるんですけどトルクが上がってるよってことですね。まあこれをローギアにしてやるとさらに遅くなってトルクが上がるということになります。よし入りました。はい今4駆のローギアですね。こっちをいっぱい回さないといけないはずです。行きましょう。行きます。1回転目、ああもう見るからに遅いですね。はい1回転しました。まだまだこっちは1回転してこないですね。2回転目、はい2回転しました。おやっと見えてきましたけどまだ1回転しないですね。じゃあ3回転目に入ります。はいここでまあだいたい 2.4 回転ぐらいですね。するとこっちがようやく1回転するよってことですね。なのでローギアの方が遅いんですけどトルクが上がってるよってことになるんですね。で今回は中のギアを変えてあげて、もうこっちが4回転ちょっとしてようやくこちらが1回転するっていう風にカスタムをします。まあそうすることによって遅くできる上にトルクも上がるということになりますね。40m タイム測定いきます。やっぱ純正でタイヤもでかいと速いな。あの棒が立ってるところが 40m です。まあ正確じゃないけどね。はいゴール、タイムは40秒でした。まあ手で測ってるんでね誤差はもちろんあります。まあやっぱりちょっとね純正の状態でタイヤも大きくなると遅いじゃない、速いですよね。モーグルとか走っててもまあちょっとトルク欲しいなって思う部分とか、なんか勢いで行かなきゃいけないとこも多いですもんね。はいそれでは4駆のローギアダウンギアを組み込みましたので、また40メートルタイム測定いきます。遅くなってるはずです。はいでは肉の 2H、4H、ニュートラル、4ロー、はい、これ肉のローですが、まあ4駆のロー同じ条件でいきましょうか。現在4駆のローですね。はいそれではスタートしましょう。やっぱ遅いっすよ。まあでもあれですね、あのやっぱ6.5 とか 7.9 とかに比べるとまだ早いなっていう感じはするんかなと思います。いやでも十分十分コストパフォーマンス十分です。いやほんとね、クラッチをつなげた瞬間の力強さってのは段違いですよね。はいゴールです。というわけで1分8秒ですね。いやしっかりと減速できてますよね。ダウンギアの効果てきめんかなと思います。もちろんもっと強力なダウンギア入れるともっと遅くなりますね。さてそれではね、ダウンギアの組み込みの工程に入っていきます。今指差している部分がトランスファーのギアオイルを抜く部分ですね。
で今指さしてる方が、入れる方です。なので、出す方からまずはオイルを抜いてあげます。8分の3のラチェットで、まあそのままアストロで売ってますこの 10mm のソケット、これで離脱することができますね。で8分の3のラチェットも先端が 9.5mm なんで 0.5mm 差なんですが、まあ他の整備動画でも言うように、その 0.5mm で普通に穴舐めますからね、横着はしない方が賢明かなと思います。でギアオイルは臭いですからね、まあ慣れると臭くないって言いますけど、まああんまり顔にかかって気持ちのいいものではないので気をつけてください。で今指さしているホースが、これが、スピードメーターのケーブルですね。 4W 信号を送るカプラーを離脱、そしてねネジを取ってやるとこのようにスピードメーターの方もトランスファーから離脱することができます。でプロペラシャフトを外していきます。まあ本当構造簡単なので、4箇所のボルトをまたこれね離脱してあげて、ハンマーで叩いて、固着というか固定されてるのを外してあげるという作業になってきますね。でこの後離脱前に白ペンでこうマーキングしとるんですけど、結局オーバーホールみたいなもんなんで、そこまでこれ意味なかったかもしれないですね。で、ハンマーで叩いて、はい、ペラシャがこれで離脱完了ということになります。でまあ邪魔なんで馬かなんかに乗せておきます。でトランスミッションからトランスファーに入ってくる部分の、ペラシャは、まあ、上からね運転席側からアプローチして離脱してあげました。こっちの方が簡単でしたね。で、トランスファーを下ろしていくんで、マウント部分のナット3箇所あります。今指さしている場所ですね、この3箇所を離脱してあげればもうトランスファーの離脱はすることができます。ナットはこれ確か14ですね、 14mm で緩めることができます。でまあそんなにここが固着して外れないってことは少ないとは思いますけどね、やっぱり古い車なので個体によってはもうどうしても緩まんというか切断する必要があるとかそういうことになる可能性もあるのでね、はい、で緩んできたらもうラチェットで外してあげましょう。で3箇所離脱できましたらね、あとはまたベンチプレスですよ。ベンチプレスの要領でトランスファーを少し浮かせて、フレームの固定位置からずらしてあげればトランスファーが無事に降りてまいります。これで離脱完了ですね。はい、そうしましたら次に分解して、まあ、いろんな、中のギアとかも組み替えていくという作業になっていきます。まあ、まずは、ボルトなどをね目に見えてわかるものから離脱していきます。はい、これはバックの信号を出力する場所ですね。これを離脱して、バックじゃないな、あれはあの 4WD だな、失礼しました。はい、で、シフトの根元を外してあげればこれでシフトもね抜けていきます。そしてシフト外れましたら次はフランジの離脱になりますね。まあフランジってのはこの丸いやつです。ペラシャがくっついてたとこですね。はい、でね中のナットの部分がちょっとかしめられてへこんでるんで、もういらなくなった精密ドライバーを僕はね突っ込んで緩ませて、このようにねインパクトで離脱したという手順になってます。まあ汚いんでね、ナットの方は新品に、交換しております。で他の箇所もこのように同じようにインパクトで離脱することができますね。であとは固着しなければね手でスコーンと抜けてきますので、その下にシールがあります。シールプーラーでシールを離脱して、この部分も新品にしてあげます。まあにじむ程度だったんでね必須ではないですけど、まあせっかくならやっぱシールはね交換ですね。そして固着してるフランジが1箇所あって、ここはベアリングのプーラーを使ってね、引き抜きました。もうちょっと手じゃさすがに厳しいですね。フランジなどなどが離脱できましたら、あとは本体の分解に入っていきます。まあインパクトでどん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 ネジをね取っていきます。で結構長さの違いがあったりするんで、分かるように並べたりとかね番号を振ってあげる方がまた組み上げる時に非常に手間がないのでいいかなと思います。はい、フロントのケースが取れたんで、次はこれはマウントのステーですね、ここを離脱しております。はい、取れました。で反対側も取ろうと思ったんですが、今画面に映ってる1本見事に舐めましてね、もう離脱不可能ということで
サンダーで頭削って、まあ、無理やり取るという流れになりましたね。はい、ハンマーで叩いてこのように離脱しました。はい、本体側にボルトが残ってたのでまた後で離脱するということになります。はい、これでセンターのケースも取れましたね。はい、今ケース外した瞬間パチンコ玉落ちてきまして、なくしたらやばかったです。はい、でまたさっき切断したねボルトをこれネジザウルスで、ね、まあ、結構簡単に取れたんでよかったですけどね。はい、このように離脱してまた、次回は新しいネジで締めてあげれば OK です。